こんにちは、転売アカデミー堀秀夫です。今日はオーストラリアのアマゾンアカウント、ログイン画面がね、分かりにくいところがあるんでそれの説明です。まずログインの仕方なんですけど、はじめにね、このセルっていうところをクリックします。そうすると、このレジスターナウっていうふうに書いてあるところが出てきますんで、この時ね、この右上のサインイントゥユアセラーアカウント、ここをクリックしてください。そうするとね、このようにメールアドレスが入力した状態でログイン画面が出てきますんで、ここにパスワードを入れてログインするという形です。で、一つ注意点としてですね、アメリカや日本アマゾンのアカウントと同じメールアドレスでセラー登録した場合はログインは慎重に、それとメールアドレスの変更もしない方がいいです。あれこれクリックしたりメールアドレスを変更するとログインできなくなることがあります。まだ連動がね、うまくいってないというか、連動してない形になってますけど、都合の悪いっていうかね、まずい具合に勝手に連動されちゃうことがあるんで、その原因となるのがね、メールアドレスの変更とか、あるいはどっかアマゾンが意図してないところをクリックすると、そんな形になっちゃいますんで、ログインは別なメールアドレス使ってる方はね、問題ないんですけど、 US や日本とね、同じメールアドレスを使ってる場合は、よくわかんないとこね、ちょっとクリックして試してみようとかはやらない方が無難です。またね、なんか、ログイン画面これまた変わりましたとかね、しょっちゅうこれ変わってるんで、場所がわかりませんとか、今画面こうですとかいうのはね、わかんなかったらまたご質問ください。以上、転売アカデミー堀秀夫でした。